あなたは無謀な挑戦をしたことはありますか？1987年、北朝鮮の首都平壌、この地で新しいホテルの起工式が行われました。1980年代はアジア各国で高さを競うように高層ビルが建てられていた頃、そこに負けじと北朝鮮も名乗りを上げた形です。北朝鮮が世界一の高さのホテルを建設開始、こんなニュースが世界中を駆け巡り注目の的となります。そして建設開始から5年後、そのホテルはギネス世界記録に認定されます。しかし世界一高いビルとしてではありませんでした。このホテルがギネスに認定されたタイトルとは、世界で最も高い空きビル。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。オッソス、ケンちゃんです。アンニョンハセヨ、ヤミコです。アニメアルゴメトリーは教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのは北朝鮮にある世界最大の廃墟について。最近の北朝鮮といえばミサイルらしきものをどんどん撃ってくるイメージだわ。それにしても廃墟ってもともと何の建物だったのかしら。普通はビルが使用されなくなって廃墟になることが多いですよね。ですがこの巨大な廃墟は建設途中で工事がストップし、そのまま放置されていたんです。そしてある日その工事が突如再開されることになります。ということで世界最大の廃墟が完成に向けて再び動き出した時から話を進めることにしましょう。廃墟の正体。2008年4月、北朝鮮平壌、町の中心にそびえ立つ高層ビルを見上げ、平壌の人々はこう噂していました。あの幽霊ホテルの工事が再開するらしいぞ。いよいよ開業か。開業に至らぬまま廃墟と化した無人のホテル。ビルの屋上には錆びついたクレーンが雨風にさらされたままの状態。しかもこのホテルは高層ビルとしては異例なことに、鉄ではなく強化コンクリートで作られたもので、さらにこの時点では窓すらありませんでした。平壌の空に高くそびえ立つそのシルエットは周囲に不気味な印象を与えています。このホテルの正式名称は平壌の旧称から取ってリュギョンホテルなのですが、ついた異名は幽霊ホテル。放置されていた期間はなんと16年にも及んでいました。16年も放置されてた工事が再開するって、何かよっぽど大きなきっかけがないと難しくない？ヤミコさん鋭いですね。実はその大きなきっかけがあったんです。そこには北朝鮮という国ならではのある特殊な事情が関係しています。リュギョンホテルの建設再開に携わったのは、北朝鮮で携帯電話事業の展開を計画中のエジプト企業でした。こうして幽霊ホテルは完成に向けて蘇ることになったのです。完成予定は4年後の2012年4月15日。この日は北朝鮮建国の父とされるキム・イルソンの誕生日で、なおかつ生誕100周年、民族最大の祝日、さらには節目となる100周年の記念日を盛大に祝うべく、国家的プロジェクトとして工事が再開されたのです。キム・イルソンって名前は聞いたことがあるわ。キム・イルソンは北朝鮮を建国し、長年最高指導者として君臨した人物ですね。そしてキム・イルソンはその息子へ、息子はまたその息子へと権力を継承していきました。この一族を白頭血統と呼ぶんですが、メトラの皆さんは聞いたことはありますか？というわけで本日のメトラキーワード、白頭血統について。白頭血統とは北朝鮮の歴代最高指導者の直系血統のこと。初代最高指導者キム・イルソンと息子で2代目のキム・ジョン・イル、その息子で3代目のキム・ジョン・ウンと、その一族を神格化させるための用語です。北朝鮮の正式名称は朝鮮民主主義人民共和国と、名目上は民主主義共和国ではあるものの、実態としてはキム一族による世襲です。白頭血統の由来は中朝国境にある朝鮮半島の最高峰白頭山、民族の祖ダン君の出生地とされ、朝鮮民族にとって特別な意味を持つ山です。さらに同国を建国したキム・イルソンが白頭山を根城とする朝鮮独立運動の指導者だったとされていることから、革命の聖地とも呼ばれています。つまりキム一族が支配する北朝鮮にとって、キム・イルソンの生誕100周年の記念日は一大事ってことね。その通り、めでたい日であるとともに白頭血統の権力の正当性と威厳を示す重要な記念日なんです。偉大なる建国の父の生誕100周年に向けて、是が非でも工事を間に合わせる必要があります。まずはコンクリートむき出しの壁面に窓ガラスの取り付けを開始、さらに20年にわたって屋上に放置されていた錆びたクレーンも撤去されました。しかし人々の反応は冷めたものです。別にホテルが完成したって、俺たちが泊まるわけじゃないし、そもそもこのペースで間に合うの？2008年
年にロイター通信が報じたところによると、リュギョンホテルを最後まで完成させるまでの費用は推定20億ドル。一方、この年の北朝鮮の国内総生産は約400億ドル。つまり、ビルの完成費用は北朝鮮全体の国内総生産の約 5% に上ります。ちなみに、莫大な予算がかかったと言われる2021年の東京オリンピックの開催費用でさえも、日本の国内総生産の 0.5% 以下です。割合で考えると、相当な大事業だということがわかるでしょう。リュギョンホテルは国家の威信をかけて急ピッチで工事が行われました。そして4年の年月があっという間に経過し、キム・イルソンの生誕100周年を祝う2012年4月15日、最終的にこのホテルは完成しなかったのです。あら、間に合わなかったのね。いつまでも完成しないなんて、まるでサグラダ・ファミリアみたいな。ヤミコさん、それを言うならサグラダ・ファミリアですよ。ベタな間違い方をしないでください。まあどっちでもいいんだけどさ。っていうか、それだけ頑張っても完成しないって、そもそもどんなホテルを作ろうとしているわけ？確かにそれは気になりますよね。実は工事を進めるホテルの中に入り、その様子を報告した人がいたんです。幽霊ホテルの全貌。2012年9月23日、一人の外国人男性が感慨深げにリュギョンホテルを見上げていました。ついに中に入れるのか。この男性は中国の旅行会社に勤めるイギリス人、サイモン・コッカレル。コッカレルは北朝鮮を約200回訪れている経験豊富なツアーガイド。個人的なつながりをきっかけにホテルの中に入ることを許可されたのです。北朝鮮でも工事関係者などごく限られた人だけしか足を踏み入れたことのないベールに包まれたリュギョンホテル。この地への見学が許されたのは西洋人としてはコッカレルが2人目でした。3000室のホテルってかなりの大きさね。日本にもほとんどないんじゃないの？おっしゃる通り、日本で3000室を超えるホテルは品川プリンスホテルただ一つです。そしてリュギョンホテルを見学したコッカレルは内部の様子についてこのように話しています。私が乗ったのは宿泊客用のエレベーターではなく建設用エレベーターだった。ゆっくりとしたスピードで上昇していくエレベーター。3分、5分、沈黙に包まれ気まずい時間が続く。頭上の階数表示が99になったのを確認した時、ゆっくりとエレベーターは停止した。99階はホテルの目玉の一つ、展望台。窓からは平壌の街を一望することができる。素晴らしい眺めですね。この光景はホテルの売りになりますよ。案内してくれた北朝鮮の人にコッカレルが伝えると、にっこりと微笑み喜んでいる様子。ただこれは彼なりのリップサービスだった。巨大ホテルの展望台として売り出すには無理がある。周囲を見渡しても十数人もいればぎゅうぎゅうになりそうなスペースしかない。しかもエレベーターは1台のみ。展望台としてはあまりにもお粗末なものだ。見学を終えたコッカレルは案内してくれた関係者にこう尋ねた。あとどのくらいで完成ですか？2、3年後にはお客さんをお迎えできる予定です。だがコッカレルはその答えに疑問を持った。ロビーには鉄骨やコンクリートがむき出しの状態で、床には無造作に機材が置かれたまま、完成までの道のりは前途多難に思われた。生誕100周年の後も一応工事は進めてるのね。そうなんです。完成に向けて工事は続けられていましたが、コッカレルの予想通り一筋縄ではいきませんでした。コッカレルが見学した2ヶ月後の2012年11月、営業はドイツの高級ホテルグループの一つ、ケンピンスキーが請け負うことが決まりました。来年2013年夏の部分開業を目指します。しかしこの発表からわずか数ヶ月後、事態は急変します。ケンピンスキーグループが事業から撤退。なぜならリュギョンホテルが建っているのは川岸のかつて水田だった場所であったため、地盤が緩く、リュギョンホテルがあることで地盤沈下が発生。さらには元々の設計ミスも重なってビルが傾いていることが判明します。その上、宿泊客用のエレベーターはシャフトが曲がっており、使用できない状態でした。この状態で営業開始に向けて準備を進めるのは不可能だ。予想だにしない惨状が明らかになり、ケンピンスキーグループは撤退を決断したのです。結局振り出しに戻っちゃったわね。ていうかそもそも今の北朝鮮に1日3000人も観光客来ないでしょ。ヤミコさんがそう思うのもごもっともです。ただこの計画が始まったのには、当時の世界情勢と北朝鮮が置かれた状況が大いに関係しています。ということで、ホテル建設前に時計の針を戻してみましょう。世界一のホテル。
1987年、北朝鮮の首都平壌でリュギョンホテルの起工式が行われました。開業予定は2年後の1989年。高さ330メートル、105階建てのピラミッド型超高層ビルで、3000の客室と3つの回転展望レストランが入る大型ホテルとして計画されました。ちなみになぜ北朝鮮が大型ホテルを建てようとしていたのかというと、当時アジア各国で高さを競うように高層ビルが次々と建てられていたから。北朝鮮のお隣韓国では2年前に高さ249メートル、アジア一の高さを誇るユクサムビルが完成。さらに翌年には韓国企業がシンガポールにホテルとしては世界一の高さのウェスティンスタンフォードシンガポールを開業。北朝鮮はこれに対抗するため高さ330メートルのホテルを計画したのです。え、北朝鮮は自分たちの方がすごいぞって言い切りたくてこのホテルを計画したの？その側面があったことは否めません。北朝鮮は特に1980年代に高度経済成長を果たした韓国に強い対抗意識を燃やしていました。この頃韓国では翌1988年に開催されるソウルオリンピックに向けた準備が進められていました。実は当初このオリンピックの構想は北朝鮮と韓国の共催という形式でした。ところが1987年に韓国大韓航空の旅客機が爆破される事件が発生。そして指令を下したのは当時の最高指導者キム・ジョンイル。これをきっかけに共催は決裂。北朝鮮はソウルオリンピックへの参加をボイコットします。そして対抗する形で1989年に首都平壌で社会主義版のオリンピックともいえる世界青年学生祭典の開催を計画。この大会に合わせて巨大ホテルを建設し韓国から世界一の座を奪おうと目論んだのです。旅客機の爆破を命令するってやばいわね。何が目的なのよ。これはソウルオリンピックを妨害するためだったことが分かっています。そのために人の命を奪ったってこと？誰も反対できなかったの？それほど白頭血統による独裁体制が強固なもので誰もその意向には逆らえないんです。世界青年学生祭典に向けて北朝鮮は多額の費用を投じて新スタジアム建設や平壌市内の空港の拡張、道路の舗装などを進めます。しかしこの頃北朝鮮と同盟を結んでいたソ連が内部分裂を起こし崩壊。頼みの綱だったソ連からの援助や投資が次第に枯渇してくるのです。どうやら完成は無理らしいぞ。リュギョンホテルに関してそんな噂が流れ始めます。すると北朝鮮は不足している資金を外資獲得で解決しようと画策し始めます。外国人ツアーの経路に建設中のリュギョンホテルを入れたりカジノを設置して日本人観光客を誘致する策を打ち出したのです。しかしこれらの策も実を結ぶことはありませんでした。結局リュギョンホテルは1992年に建設中断に至ったのです。ソ連に頼りきりの計画だったのね。でホテルって今はどうなってるの？気になるリュギョンホテルの現在の様子ですが意外な形に変貌を遂げているんです。変貌を遂げたホテル。リュギョンホテルが建設を断念している間も世界中で高層ビルの建設が進められました。2017年には新たに韓国で最も高いビルロッテワールドタワーがグランドオープン。地上123階建てでビルの高さは555メートル。これによりリュギョンホテルは朝鮮半島最高峰のビルの座から陥落。さらには世界で最も高い建物をトップ100からも外れてしまいました。この事実は北朝鮮を支配するキム一族にとっても頭の痛い話です。ホテルの工事は遅々として進まず隣国の韓国に水をあけられてしまったわけですからね。しかし北朝鮮も黙ってはいません。2012年に最高指導者に就任した白頭血統の3代目キム・ジョンウンは国民に対してこのように説明します。リュギョンホテルは必ず完成させる。さらに彼はこんなことも語っています。工事が遅れているのはアメリカを中心とする帝国主義者どもの陰謀のせいだ。陰謀？工事が進まない理由にアメリカは関係なさそうだけど。リュギョンホテルは国の威信をかけて作っているホテルですからね。計画が失敗したとは口が裂けても言えないんですよ。だから適当に敵を作って陰謀ってことにしているのかしら。でももし完成したとしてももはや世界一でも何でもなくなってるわけよね。そこで北朝鮮はリュギョンホテルを新たな形で蘇らせることを思いついたのです。
2018年、突如リュギョンホテルの外装工事が始まります。ビルの壁面に10万個以上の LED ライトが取り付けられるという大規模なものでした。照明デザイナーはこのような発注を受けます。 LED を使った光のショーを制作してほしい。太陽節には必ず間に合わせるように。太陽節とはつまりキム・イルソン主席の誕生日のこと。わかりました。最高のショーをお見せできることを約束します。そうデザイナーは断言したのです。ホテルの外壁を使って光のショーをするの？マスゲームといい、北朝鮮はショーを見せるのが好きね。気になるショーの内容はこんな感じだったそうです。2019年4月15日、偉大なる首領と呼ばれる初代最高指導者キム・イルソンの誕生日を祝うため各地で祝賀行事が開催されていた。そしてリュギョンホテルではメインイベント光のショーが幕を開ける。お待たせしました。それでは皆様、4分間の壮大なショーをお楽しみください。司会者のアナウンスの直後、330メートルあるビルの上部円錐形部分に浮かんだのはゆらゆらとなびく北朝鮮国旗。高さ40メートルほどある圧巻の大きさに観客が思わず声を上げるのでした。続いて建物の前面に投影されたのはアニメーション動画。内容は北朝鮮の建国、そして現在に至るまでの歴史。その後に映し出されたのは自立や革命精神などを掲げたスローガン。17の言葉が次々と表示され、最後にドーンと大きく百戦百勝の文字。偉大なる首領様万歳。映像が終わり、会場は拍手と歓声に包まれたのだ。その後も主要な行事のたびにビルの LED を灯しているのですが、常時点灯しているわけではありません。乏しい電力を節約するためだと言われています。北朝鮮は国際社会の中で孤立を深め、食料不足から多くの人々が飢餓に苦しんでいます。それでも北朝鮮はミサイル発射実験を定期的に行うなど、国の威信を世界に示し続けているのです。こんな連中に振り回されてる北朝鮮の人がかわいそうに思えてきたわ。僕もそう思いますよ。ただ当初計画していたホテルから国の体制宣伝の道具に変貌を遂げたリュギョンホテルですが、未だにホテルとして完成させることも諦めることはないようです。リュギョンホテルには朝鮮語と英語で書かれた看板も取り付けられ、開業に向けて準備を進めています。最近ではホテル周辺で大規模工事が行われ、正面玄関は完成しています。しかし中に入ることはできません。建設開始から36年経過しましたが、未だ宿泊した人はゼロのままです。ヤミコさんが言っていたように、リュギョンホテルは北朝鮮のサグラダファミリアと呼ばれることもあります。メトラの皆さんは本家と北朝鮮版のどちらが先に完成すると思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。